サードで進藤さんがショートだった、うん、俺はショートで、まあ、どうせ打てねえからゴールデングラブぐらい欲しいのに、おい一心ショートになっちゃったよみたいな。本当に最初で最後ショートでゴールデングラブもらったの、うん、けどそれはもう本当に優勝したご褒美でみんな記者さんたちが投票してくれたっていうところで、守備率はもう最低だった。年間で17号したのエラー、それでゴールデングラブ賞許せないでしょ。でも あの時はもう正直僕はあのゴールデングラブ賞はふさわしくないって自分の中で自覚してるんで、あれはもうご褒美でいただいた。でもショートで唯一もらえたゴールデングラブ賞なので、はい、ありがたく、はい、取り続けるぞと思ったところにたくさん取られたから。